そして、まあ、その後引退後メジャーリーグの解説としても大活躍されている小早川さんでございますが、長らくメジャーリーグ歴代日本人選手を見てきて、はい、今までの、まあ、イチローさんや松井さん、さまざまな方と今まさに 50-50 を目指している大谷さん、どういった違いというか進化みたいなのがあられますか？やっぱりパワーですね。パワーの面でもう今のメジャーリーガーの中でももうトップクラスって言いますかねに入っていく、そのパワー、あとはスピード、それを兼ね備えてるっていうのはもうすごいですね。なのでフィジカル、体のそのフィジカルがもうすごいなと思います。現役時代って小早川さんこれやってたんですか？いや、あのもう晩年ですね。やっぱりちょっとやりました、晩年は、はい、若い頃からあったら、ね、ああ、やってました、ね、違いました、違ってたと思いますね。やっぱ違ってた、うん、違ってたです。若い頃、僕らの頃もうダンベルをこう持ってこれぐらいじゃない、鉄あれぐらいですよね、ぐらいですもんね、はい、今もうそれでシーズン終わってからももうオフないですもんね。ないですもんね、毎日やってますもんね。そうそうそう、それがやっぱりすごいなと思いますね。僕らの頃もまあ11月12月は、はい、まあゴルフやって、ね、そうそうそう、もう酒飲んでみたいな、はい、はい、それが楽しくて野球やってるんだろうみたいな、ね、ありましたもんね。それじゃないですもんね。ないですもん、今もう毎日やってるんですからね、ゴルフも、はい、もう365日もう野球選手ですもんね。すっごいですよね。すごいです、すごいです、はい、じゃあ最後に、はい、そんなメジャーリーグに小早川さんは、はい、挑戦したいと思ってらっしゃいましたか？僕はあの実は声かけていただいたのが大学時代あったんです。だけど全くそういう考えがなくて、はい、だから頭になかったですね。できるもんはずがないというふうに自分の中でもそういう、線を引いてました、はい、でも日米とか、そう、大学、僕日米大学野球で僕首位打者取ったんです、ちょうどアメリカでやってる時に。アメリカラウンドでなかなかだって日本勝てなかったですもんね、はいはいはい、アメリカラウンドでやってる時に僕は首位打者取ってある程度成績残したんですよ、うん、でその時に5球団ぐらいが日本のチームに僕に身分紹介をしてきたんですよ。で、あら、じゃあ、はい、あったんですね。あったんです。その中の一つの球団の人が話しかけてきたんですけど、うん、もうよく分かんなくて、で全然今言ったようにお伝えしたようにもうメジャーなんてもうこんなもう世界だと思ったので、うん、もう全く鼻から考えてなかったです。もうプロ野球ですらどうなのか分かんないなと思ってたもんですから、はい、だって、はい、大越さんがさっきも言いましたね、 NHK 今「報道ステーション」やってる大越さんが、うん、後のホームラン王マクガイヤーにセンター前だから何言って打たれたってのが自慢なんですね、大越さん。あの彼はセンター前に打たれたんです、はい、それをセンター前に抑えたって言ってますから、ね、それでホームランじゃないからセンター前に抑えたんだよ俺は。